白龍氏姉妹は栃木県、ここの寺小路を含めてですね10カ所ぐらい、伝わっております。しかしながら今はそれぞれの声もね、それからその踊り方もですね、それぞれに違った踊りになってきております。すべて先ほど言いました宇都宮の淡路町の万博村から伝えられたと言われております。